パッケージガーダシル商品名ガーダシルは特定のヒトパピローマウイルスの感染を予防するワクチンであるメルクカンパニーが製造を販売する旧価のガーダシル9シルガード9についても記述するガーダシルは2006年にアメリカで承認され HPV の6型11型16型及び18型の感染を予防する 子宮頸癌の主な原因である HPV16 型、HPV18 型の感染及び、線形コンジローマの90%の原因である HPV6 型、HPV11 型の持続感染を予防する。HPV が関与する、線形コンジローマや肛門癌、疾癌、外陰部癌なども予防することができ、男性への投与が認可されている国もある。ガーダシル9は、 アメリカで2014年に承認され、ガーダシルの4型に加えて31,33,45,52,58型の感染も予防する。ガーダシル9はシルガード9として2020年7月に日本で承認された。ガーダシルは2012年において世界120カ国で使用されており、HPV ワクチンの世界シェアの約80%を占める。 他の HPV ワクチンにサーバリックスがある。国内ではマーク &COO の日本法人である MSD 株式会社が輸入、販売を手掛けている。承認された販売名はガーダシル水性見学緊急シリンジ。0.5ml のワクチンが充填されたシリンジで供給される。日本では2013年までの接種数全体の約20%である。 日本での定期接種は、子宮頸ん予防の目的で女性にのみ、認可されているが、ガーダシル・サーバリックスともに、接種後の複合性局所等痛症候群を疑われる痛みの症状が問題視され、2013年6月14日、厚生労働省は両位 HPV ワクチンの積極的な接種干渉を一時差し控えるよう、地方公共団体向けに勧告した。 なお希望者には従来通りの接種が可能で、定期接種の対象者は無償である。ただし後日の休暇、ワクチンシルガード9については、2021年2月現在、定期接種の対象外であるため、自費接種となる。予防接種の是非について、議論は、ヒトパピローマウイルスワクチンを参照。0.5ミリリットル中。 L1 タンパク質ウイルス様粒子は DNA を持っていないためウイルス感染性はない。これら VLP をアジュバントであるアルミニウムヒドロキシホスフェート硫酸ジオに吸着させている。初期製品では強じ的な抗原性の低下が認められたことから安定性向上のため L 塩酸ヒスチジニアポリソルベート80塩化ナトリウムが添加された。上記の VLP が ウイルスに先駆けて体内に入ることにより、ヒトパピローマウイルス6型、11型、16型及び18型の感染を予防し、6型、11型に近する線形コンジローマ及び外因上被内、腫瘍1、外因上被内、腫瘍2、外因上被内、腫瘍3、秩序被内、腫瘍1、秩序被内、腫瘍2、秩序被内、腫瘍3、 16型、18型に起因する、宮休経眼及びその前入病変、子宮頸部上皮内、主要2、子宮頸部上皮内、主要3、子宮頸部上皮内腺癌を予防する。抗体持続期間については、複数の臨床研究により5から9年後でも高い、抗体化が維持されることが判明している。9歳以上のものに、1回0.5ミリリットルを合計3回、 筋肉内に注射する。2回目は初回接種の2ヶ月後、3回目は6ヶ月後に同様の予報で接種する。定期接種の期間内では接種料金は公費負担で国の予防接種健康被害救済制度の対象となる。標準開始年齢は中学1年生の女子とされている。小学6年生から高校1年生の間に3回の接種を済ませる。 2020年12月25日、追加承認を受け、9歳以上の男性にも、接種可能となった。また、男女の肛門がおよびその戦駆病変1,2および 3, 男性の線形根治ローマに対する適応を取得した。なお、シルガード級はこれらの追加された疾患や男性への、接種は適応外。 厚生労働省の副反応報告書集計によると、ワクチンと無関係あるいは因果関係が不明な、有害事象を含めて、接種168万8761回に、対し263とされている。ほぼ同時期の米国の統計では、ワクチン接種数約2300万で、接種10万回あたりの副反応は53.9、重篤なものは3.3であった。 接種100万回あたりの副反応出現率はガーダシルがサーバリックスよりも低い傾向がある。2020年7月現在、80以上の国、地域で承認されてい、ガーダシル9として承認、販売されているが、日本で未承認の期間は、医師による個人輸入で希望者に接種してきた。2020年7月21日、厚生労働省は、 シルガード級水性見学菌中止臨時として製造販売承認した。2021年2月1日、発売日が同年2月24日となったことが発表された。2014年9月、ガーダシルが対応する4日に加え HPV31、33、45、52、58型にも対応できる9日ワクチンのガーダシル9が 米国 FDA で認可された。当初は女性が対象であったが、2015年12月、男性も対象となった。ガーダシル級は組み換え人工級化ヒトパピローマウイルス、様粒子ワクチンで、9種の HPV に近する、疾患の予防に用いる。接種対象者は9歳から45歳までで、性別により、対象疾患が異なる。2017年6月には、 サイバー攻撃を受けガーダシル9の生産が一時中断したこともあった。海外ではガーダシル9として承認、販売されていて、日本では MSD が2015年7月に承認申請し、申請から5年後の2020年7月21日にようやく承認され、2021年2月24日発売された。揮発で4価の ガードシルトの取り間違いを防止する目的で、シルガード級都市、扁平上被害病変シルから守ることに加え、は9コノツの HPV 型を含むことから命名された。承認後は発売時期や定期接種下の可否が焦点となったが、世界的に9回 HPV ワクチンの需要が高まる。中、日本での発売時期は遅れるのではないかと懸念する声が医療現場などで出た。接種は、 通常、ガーダシル9を2回、または3回、通常腕の筋肉に注射する。9歳から14歳には、2回、または3回接種する。2回接種の場合、1回目の6から12ヶ月後に2回目を投与する。ただし2回目を1回目の投与後5ヶ月未満で投与した場合、3回目を2回目の少なくとも4ヶ月後に投与する。3回接種の場合、 二回目は一回目の二ヶ月後に投与し、三回目を一回目の六ヶ月後に投与する。15歳から26歳には三回接種する。二回目は一回目の二ヶ月後に投与し、三回目を一回目の六ヶ月後に投与する。酵母由来の組み換え AHPVL1、タンパク質なので、酵母に対する重篤なアレルギーがあるものには接種しない。妊娠中の接種に関する。 安全性は確立していない。シルガード9インタビューフォーム。子宮頸がんワクチンの有効性について、厚生労働省結核感染症化資料1 2 2016年3月18日、閲覧 AB、MSD9 回 HPV ワクチンシルガード9の承認取得、多様な症状は、前例調査で、情報収集へ。ミックスオンライン。2020年7月22日閲覧。 国学工業日本2012年3月ココン AB 平成25年度第2回厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会副反応検討部会資料資料2から5から3出可能 HPV ワクチン Q&A 厚生労働省 AB が出しる審査結果報告書厚生労働省医薬食品局審査管理費がシルありがとうございます